百州武道具店の動画。昔々あるところに村の子供たちにいじめられているゴマアザラシくんがいました。いじめっ子たちはとても強そうです。たまたま通りかかったカエルくんは怖かったけど勇気を振り絞ってゴマアザラシくんを助けてあげました。カエルくん、助けてくれてありがとう。何か私に恩返しをさせてください。二つの中から選んでね。一つは切り返しが上手になる方法を教えます。二つ目は任天堂スイッチの大乱闘スマッシュブラザーズをあげます。どっちがいいですか？もちろん大乱闘スマッシュブラ切り返しが上手になる方法ですね。わかりました。では一緒に切り返し仙人のところに行きましょう。確かこの辺にいるはずなんだけどな。切り返し仙人どこに行っちゃったんだろうな。あ、いた！いたいた！カエルくん、切り返し仙人を引っ張り出すの手伝って！よいしょ、よいしょ、よいしょ！あ、あなたが切り返し仙人ですか。想像していたのと違いました。切り返し仙人はどうして面だけかぶって、あとは裸なんですか？切り返しはね、剣道のね、基本が全て詰まっとんじゃ。切り返しを見ればその人の剣道がわかると言われてるんじゃぞ。切り返し仙人は洋服は持ってないんですか？切り返しにはね、メリットがね、たくさんあるぞ。姿勢や刃筋、手の内、足さばき、間合いの取り方、呼吸法などいいことだらけじゃぞ。切り返し仙人は寝るときも裸なんですか？ただしね、切り返しはね、楽にやろうと思えばね、いくらでもできるんです。自ら進んで苦しい切り返しができるかどうかが分かれ目じゃ。剣道が上手な人は間違いなく切り返しも上手だからな。切り返し仙人、ちょっと話を聞いてください。奥さんはいないんですか？こんにちは、百州武道具店のぬかですよっ。今日は切り返しやりましょう。それでは早速スタートです。細かいですよ今日も。まずは切り返しを始める前、切り返しを単なる準備運動や整理運動と思っている人はね、ここがいい加減なんですよ。もうここ見ただけで分かるんですよ。だからもったいない。せっかくなんで、切り返しはですね、市内の先と先で切り返しをやる側が今できる最高の姿勢、体重バランス、しかがみ、左足浮かす、最高の構えでもって最高の声、いやーと、この市内の先と先の間合いでまずは行います。そこからもう覚悟を決める、覚悟を決めて一足一刀に一歩入る、ここからが切り返しです。まずはここをチェックしてください。切り返しの振りかぶりが小さい人がいます。顔の前や体の前でここだけで切り返し、腕だけで切り返してる。これはいくら早くできても切り返しにはなってないです。切り返しっていうのは思い出してください、肩を作ってるんです。構えて大きく振りかぶります。大きく振りかぶる、どこまで振りかぶるかというと、左手の下から相手が見えるところまで、左手の振りかぶった下、左手のですよ、左手の下から相手が見えるところまで振りかぶります。毎回で振りかぶるときに構えが、手がね、こうなっちゃう、こうなっちゃう、こうなんない、まっすぐ来る、そして脇を開ける。そうすると何がいいか、肩が使えて、肩でここね、三角筋のこの肩が使えて、肩甲骨が寄るんですよ。肩甲骨が寄る、そしこまで大きく毎回振りかぶります。振り下ろすときには右側も左側も45度の角度でやるのは知ってると思うんだけど、まあ右側はいいんですよ。なんだけど左側を振るときになんかね、真上からなっちゃうの。真上からなっちゃう。右はできる、でも左からこうなっちゃう。正しくは右、左側もこうでしょ。これなんでかっていうと、手首が返ってないんですよね。手首が返ってない、だから右側は手首こう返したら、左側は気持ち大きく返すぐらいでちょうど45度になります。左側はちょっと意識して返すぐらいでちょうどいいです。それと振り下ろす時に毎回手を伸ばすこと、しっかり伸ばす。そのためには手がこういうドラえもんの手になってるとできないんですよ。ドラえもんの手じゃダメなの、こういうドラえもんの手じゃダメ、こういう手なんてね、こういう手、これ何かっていうと、近いのはもうね、テレビのリモコンです。テレビのリモコンをこうやって持つ人いないでしょ。テレビのリモコン持つときはこうやって持つよね。こうやって持つで、親指でこうやって、この指力入ってない、
この指で持ってる。これまさに竹刀の持ち方と一緒なんですよ。これでエアコンでしょ、テレビでしょ、ビデオ、下の方にあるビデオ、ほらこういう手ですよ、こういう手、この手、この2本3本で持つ、こういう手で竹刀を振るとしっかり手の内も返して竹刀が伸びるということですね。これも大事ですね。左拳っていうのは体のまっすぐ正中線って言います。この前をこうやって通るだけなんです。こうやって通るだけ。右手がこうやって動くんです。右手がこうやって動く。右手がこうやって動く。けど左手っていうのはこういう動きだけです。こうでしょ？こうでしょ？右手こう動かしてこうです。こう、こう、こう、こう。左手はまっすぐ外れない。よくあるのがこうなんない。こうなんない。こうなんない。左手は真ん中。左手は真ん中。右手を大きく動かす。右手はまあ肩の位置でね、まっすぐ分かるんだけど、左手はどこかっていうと、水落ち。肋骨、真ん中の柔らかいところ。水落ちの高さまで左手を下ろしてやる必要があります。右でも左でも同じだよ。ここまで下ろしてやる。何がいけないかっていうと、打った時にこうなっちゃう人いるんだよね。左手がこうなっちゃう人。こうなっちゃう人。これはもうね、左手が効いてない証拠です。左手はここ。水落ち。この高さ。右手は肩の高さまっすぐ。これを守ってください。次はね、剣道がちょっと上手になってきた子によくある間違いなんだけど、竹刀をね、こう横からやっちゃうようになるの。横から回すの。これなんでこうなるかっていうと、元立ちの人がこう竹刀を立てて受けるでしょ。立てて受ける。立てて受けるから、竹刀を横から回すと、竹刀がね、パシッとやっぱ当たるのよ。楽なの。これ楽なの。竹刀を横から当てると。構え、受ける方がこうなってるから。こうなってるから。でもこれは全然ね、手の内が効いた打ちにならない。手の内効いた打ちはやっぱり斜め45度。これで打つと竹刀が流れちゃうんだよね。流れちゃうの。だから流れないように手の内をピシッとその瞬間止めないといけない。これが苦しい本当の切り返しなんですよね。構えてるところ、横から当てる、楽なの。斜めに45度で当てる、難しいの。流れるから。手の内をそれでピシッと締める。これが切り返しです。ちょっと難しいね、これはね。だからこの相手がね、まっすぐ竹刀構えてるとこに45度打つっていうとこう流れちゃうんですよ。流れちゃう。でも流れないようにここで止めれるようにスパーンスパーンスパーンって打つといいことがあるんです。そのいいこと何か、連続打ちができるんです。連続打ちが手の内でここ流れないでスパーンスパーンできるようになってくる。これ切り返しなんですよ。切り返しが上手にパン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 って打てるようになると、連続技がパン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 って打てるようになるんです。これ繋がってるんですよ。細かい話が続いてごめんね。なんかね、やっぱりね、きちっとやると大変なんだよね、切り返しは。じゃあ行きます。次は竹刀の打突部位でちゃんと面を打ちましょうって話。よくあるのがね、この辺竹刀をガチャガチャ切り返しやって、先生が急にねパッと外して竹刀を外すと、下ろしたらスカッてなっちゃう人、スカッてなっちゃう人いると思うんだけど、これは相手の面を打ってないです。竹刀をただガチャガチャやってるだけなんで、しっかり面を毎回当たるように打ちます。ただそれを途中で受けられてるだけ。先生がだから途中でパッと竹刀外したとしても、しっかり面を当たるように、こういうのを心がけましょう。まあ、中学生や高校生に多いと思うんだけど、上手になってきてリズムが取れるようになってくると、頭、膝、腰なんか使ってね、上下にうわー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 ってこう上下に動きながら切り返しをやっていくようになるんですよ。そうするとまあかっこいいからね、一見派手でかっこいいからそうなってくるんだけど、これ実はねあんま良くないんですよ。次のレベルに行きたい人はできるだけ頭上下運動させないです。剣道で体が上下運動するってあんま良くないことなんですよ。水平のままこう動かないといけない。このまま肩を大きく使って切り返しを打てるようになってくると、次のレベルいけるから。実は切り返しって息を継ぐ、呼吸をするタイミングも決まってるんですよ。これをもう僕今日一番痛かったのはこれをいい加減にやってると、いい加減な剣道になっちゃうんですよ。息遣いを変えるだけで上達します。もう間違いないです。はい、出ました、いつもの全剣伝剣道指導要領いきますよ。息継ぎのところ、息の継ぎ方は正面を打ち、相手に接近したところで息を吸わせ、左右面を打ち終わり、周りを取って正面を打ったところで息を継ぎ、残心を示すようにさせると。
これはちょっと文章だと分かりにくいんで、ちょっとお仏壇からこれ借りてきました。他に音が鳴るものはなかったんで、息継ぐところでティーンって鳴らすからね。こう構えておいて、いくよ。いやーめーんめー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 ん。わかった？悪い例やるよ。悪い例は、いやーめ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 ー。どう？全然違うでしょ。正しい息遣い、最後にもう一回だけいきます。いやーいっぱい入ってめー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 。この2回です。もうね、苦しいところ分かってるんですよ。めめ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 め、9本やった後の最後の正面打ちまでの間に息を継がないことなんですよ。ここ苦しいの分かってる。だからこそほとんどの人がやってないんですよ。ほとんどの人やってない。特に大人の人やってない。だから子供たちにも見られてもいいようにめめめめめめめ、一緒にやりませんか。次は足さばきですね。正しい足さばきは送り足でいきます。送り足よく見ておいてくださいね。いやーいっぱい入ってめーん。こっから送り足です。めん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 めーん。一足一頭からめーん。悪い例はいきますね。いやーいっぱい入ってめーんめ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 ん。これ歩み足って言います。めん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 。きちっと切り返しは送り足送り足送り足でいきます。元立ちは反対にやーめんで耐えたり受けたらめん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 、歩み足です。めんめん歩み足で大丈夫です。切り返しの最初と最後の面はもう特に大事にしてください。特に大事に大きい面を心がけて間合いも考えてください。最初だったら最初先と先からいやー一歩入って一足一刀になったところからできるだけ大きい面をパーン。ちっちゃい面じゃないよ。切り返しは大きい面だよ。大きい面打つし、最後の面もめん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 めーってこう下がって下がっていいままで下がって、そこから気を抜かずに円を切らずにザーンパッ、ここまで。じゃあ最後にね、僕はこの間 YouTube 何気なく見てたらもうすごい切り返しだなって思ったのがあったんでご紹介しておきます。もうぜひ見てください。リンク説明欄にね貼っておきますんで、ね、その動画のタイトルは、レッツケンゾさんの高画質、試合前ウォーミングアップ警視庁編平成28年第65回東京都剣道大会。その大会の、ね、前にウォーミングアップしてるのがあるんですよ。で警視庁の先生方がこうしてるんです、切り返しやってるんですけど、やっぱりねみんな大きくてね綺麗なんです。刃筋も綺麗、体ぶれない、もうすごいからぜひ見てください。1分33秒の、正代選手、正代先生の切り返し特に見てください。もうこんなのできたらいいな、僕も練習しよう。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。